東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに39人確認されたことが東京都の関係者への取材でわかりました1日あたりの感染者数が50人を下回ったのは3月30日以来ですただ土日にかけては医療機関の休診で検査件数が少ないため月曜日は比較的陽性者の数も少ない傾向があります